横浜市交通局3000系電車は横浜市交通局が横浜市営地下鉄のブルーラインにて運用する通勤系電車である3000型には1992年より導入された1次車1999年に増備された2次車2004年より1000系の代替を目的として導入された3次車2005年より2000系の代替目的で 同形式より一部機器を流用して新造された四次社、2017年より本形式の一次社の代替を目的として導入された5次社が存在し、本校では上景後形式について詳述する。本形式はマイナーチェンジを繰り返しつつ、1992年から現在にかけて5次にわたって増備され、個々に製造目的や仕様が異なる。 以下に、それぞれの特徴を記述する。3 0 0 0系一自社3 0 0 0系一自社の先頭車の運転席後部の客室に設置されたボックスシート新横浜あざみの管外通に伴う運用増加分として1992年に落成した。東急車両製造製で6両編成8本が在籍する。制御装置は三菱電機製 GTO サイリスタ組織による。 VVVF インバータ制御を採用した、無塗装軽量ステンレス車体に水色と青の帯を配する。座席は、先頭車の運転室後部がボックス式、クロスシートで、その他はロングシートである。また、車内照明にはカバーが装着されているが、関東の鉄道事業者の通勤系車両では、採用例が非常に少なく、過去に存在した車両を含めても、 k 急2 0 0 0系程度である。客用扉の室内側は化粧板仕上げで、幅は1000型や2000型に比べて 30cm、広い 150cm になった。これは工述する2から5次車も同様である。2から5次車に比べると、ドアのガラスの幅が広い。客用扉上部には、LED2 段式の車内旅客案内表示器と、路線図式の自粛案内装置を一体化した装置が、 設置されている。二号車、四号車のあざみの寄りに設置されている貫通扉の機構は圧力によるドアクロー座式である。カゴカタチ3小誘導電動機の採用で保守軽減が図られたことから電動車の種、電動機点検外は省略された。ただし、各車両の貫通路前の床面に点検外が設置されている。車両価格は1編成あたり8億8000万円で、 ある。2007年12月から開始したワンマン運転を前に自動列車運転装置対応改造が施され 3000A 型と呼称されるようになった。これに合わせて車内旅客案内表示機の表示内容が二次車以降と同一になったほか自駅案内装置には駅名のもとに駅番号が追加された。先頭車の非常用貫通扉には 後から横浜市交通局のマスコットキャラクター、ハマリンのステッカーが装着されたが、2008年頃から再式されたステッカーに交換された。デビューから20年以上が経過し、屋根部のスポット溶接の亀裂や車内床面の内部素材の経年劣化が見られるようになり、当初は大規模な改修を検討していたが、予想以上の費用が計上されることとなったため、 工術する3000ボルト型の導入により、廃車されることが決まった。3000系二次車、都塚湘南大館開通に伴う、運用増加分として1999年に登場した。東急車両製造製で、6両編成6本が在籍する。ニューの略称で、3000N 型と呼称される。VVVF インバータ制御装置の使用素子は、イベットに変更され。 あとに純電気ブレーキの機能が追加された。帯の配色は上部は青、下部は太い青に細い水色が重なる。座席は戦闘車のボックス式、クロスシートを廃し、蛍光灯カバーを省略し、客用扉の室内側はステンレス無塗装とされた。窓ガラスも接着式になった。これは三次車以降も同様である。 客用扉の上部にある車内旅客案内表示器は、自駅をランプで表示するマップ式のものを配し、自駅名、乗り換え案内を表示するものと、もう一つは、神奈川新聞が配信する文字ニュースや交通局など、横浜市政全般に関するお知らせなどを表示するものの2種類になった。それぞれ地色灰色と茶色で、千鳥配置しているほか、 このドアが開きますと表示するドア開閉予告ランプが新設された。ドアエンジンは兵費後一定時間小平力を弱めると平地から弱め機構を搭載した。また、戦闘車の非常用貫通扉下部には横浜市交通局のマスコットキャラクター、ハマリンの銀色のプレートが装着された。客室側窓は黒色スモークガラスである。 座席のクッションは一時車と同じく柔らかめに設計しているが着々分入りのものに変更されていた。車両価格は一編成あたり7億6千万円であり、一時車と比較してコストダウンが図られている。第32編成は1999年6月から2016年11月7日までインフォメーション電車、ハマリン号として運用され、車体にハマリンの イラストステッカーが重複され、社内旅客案内表示機で横浜市の施設やイベントの案内を表示するほか、社内では小中学生による絵画ポスターを掲出した。第33編成は2005年12月16日から2015年7月7日まで横浜港開港150周年記念のラッピング車両として運用されていた。 導入後、一時車と同じくワンマン運転開始に備えて全編成に対応改造が施され、また2014年には車内灯に使用されている安定期の絶縁劣化対策として車内照明を従来の直感蛍光灯から LED 照明に交換する工事が全編成を対象に施行された。直感 LED の使用は下記の通りである。 3000K3 自社1972年の開業時から使用している1000の置き換え用として登場し、リプレースの略称で 3000R 型と呼称される。2004年3月30日に営業運転を開始し、2005年7月まで2 0 0 0型と同じ量数の6両編成14本が日本車両製造で製造された。 VVVF インバータ装置は 3000N 型と同一だが、当初から純電気ブレーキ機能を有している。これは後述する 3000S 型も同様である。車体は従来と同じステンレス製で、3000N 型に準じているが、日本車両製造のブロック工法が採用されたため、側面のデコボコが廃された。先頭車前面の塗装は 3000N 型と異なり、銀色仕上げで、 正面ガラス下部が曲線になっている。全照灯は HID 式に変更され、先頭車の貫通扉下部のハマリンプレートは再式された。また、客室側窓は緑色の紫外線カットガラスに変更され、カーテンは省略された。座席形状は 3000N 型までとは異なり、バケットシートが採用された。ただし、型持ち式ではない。 座席表地は営業運転開始時点で、すでに全席優先席とされていたため、二次車まで一部の車端部の座席が優先席であることを示していた紫色の表地は採用されず、全席がオレンジ色の表地とされた。貫通扉は各車両間の片側に設置された。車両価格は1編成あたり8億円である。増備途中から火災対策強化のため、 ラインデリア製風板が FRP 製から白色塗装のアルミ合金製に変更された。制御装置や側面の帯色、車内旅客案内表示器の使用は 3000N 型と同様である。2004年投入車両は落成時点でワンマン運転に対応しておらず、3000N 型のワンマン対応改造と同時期に対応改造が施されたが、翌2005年の投入車両は、 当初からワンマン運転対応となっている。3000K4 自社 3000R 型の製造当時、2000型は登場から20年が経過し車体更新の時期を迎えていた。また、車体の構造上2007年12月から開始されるワンマン運転には対応できないため置き換えられることとなった。しかし、2000型は1000型ほど老朽化は進行していなかった。 そこで、同形式の下回りのうち、比較的状態の良い台車、ブレーキ装置、補助電源装置などを流用し、車体、制御装置、手電動機については 3000R 型とほぼ同様のものを新規に製造し、ワンマン運転機器を装備する形で登場した。サティスファクションという意味から 3000S 型と呼称される。2005年10月28日に営業運転を開始した。 三次車と同様に日本車両製造製で、6両、編成7本が在籍する。なお、2000型は6両編成9本が在籍していたが、そのうち1本は必要編成数の見直しで、更新せずに廃車された。車両価格は、旧2000系車両の台車、ATC 装置ほか多くの部品を再利用することで、多形式より最安価で、1編成あたり5億4000万円である。 3000R 型との相違点は、先頭車前面の層下部分が無塗装から水色とされた点と、車体下部の帯色が同形式の青が水色を挟むデザインから、水色が青を挟むに変更された点である。平成27年度には二次車と同じく車内照明機器の老朽化対策として、車内照明が LED 化にする回収が施された。さらに、 平成29年度には、従来使用していた2000系のブレーキシステムでは、降雪時などに対応しきれないため、他の3000系シリーズと同様に、ディスクブレーキシステムを導入、た旧式機器の更新が行われた。3000系五次車、3000系五次車、3000ボルト型の運転台 3000A 型の置き換え用として登場し、五次車の5、ローマ数字で表すと、V となるため、 3000ボルト型と呼称される。当初は 3000AS 型の更新の際の予備車として導入が予定されていた。ブルーラインとしては11年ぶりの新型車両で2017年4月9日より営業運転を開始した。第一編成の価格は1編成24億5000万円であったが、その後川崎重工が受注した際は7編成で約69億円まで下がっている。 3.4次車と同様に日本車両製造製であり、3次車以降と同じく側構え体を日車式ブロック工法により組み立てられたオールステンレス車体であり、外反を無塗装ヘアライン仕上げとしている。先頭形状は 3000R 型以降と同一であり、この形態は銀色仕上げを採用したが、前照灯が LED 化され、形状も変更されている。 デザインコンセプトは横浜を象徴する海を連想させるデザインとしており、車体側面の帯は上部水色、下部青色を横方向に配色して水平線をイメージし、角側扉の横にはヨットの方をイメージしたグラデーションのカラーバンドを貼り付け、側面膜板部にカモメのシルエットを配置することで水平線上に浮かぶヨットとその上空を飛ぶカモメを表現した。 立体感と躍動感を持たせている。車内は従来までのオレンジ色のシートと暖色系のデザインからなるインテリアから、路線名であるブルーを基調したインテリアに変更され、座席や床面は青色としている。つまの貫通扉は、各連結部により異なる横浜の観光名所の図柄を入れた全面ガラスを採用している。座席の袖仕切りは透明なポリカーボネート製とし、 立席客と着席客との干渉防止と客室内の点検時の効率化を図っている。車内照明は LED 照明による直接照明と間接照明を組み合わせたハイブリッド照明であり 3000A 型以来の間接照明となる。また、全車に従来の3000系4次車以前の車椅子スペースに加えベビーカーエリアも設置した車椅子 ベビーカースペースを設置しており、腰当たり付きの握り棒と固定ベルトを設けている。非常通報装置は各社に4つ設置されており、車椅子、ベビーカースペースに設置されているものは、低い位置に設置されている。前線の路線図は従来であれば、すべてのドア上に設置されていたが、1、6号車の先頭車の先頭部以外のドア上に、自撮り配置されている。 客用扉上部の車内旅客案内表示器は、従来の3000系4次車以前の LED スクロール式から17.5インチの液晶表示器に変更され、各扉上に2画面配置されており、左側に神奈川新聞ニュースや広告、右側に停車駅や4カ国語での自駅案内が表示される。また、車両側面と前面に設置されている行き先表示器は、 3000系4次車以前の3色 LED からフルカラー LED に変更され、側面は種別、行き先、上段に、ブルーライン下段に自駅、前述の表記の英語版の4種類を順繰りに表示、前面はブルーライン、行き先を交互に表示している。3000系2から4次車で採用されていた、自駅のドアが開く側を表示していたランプはなくなり、代わりにドアのカモイブに、 赤色の開閉予告表示灯ランプがつき、開閉時に点滅する仕様となっている。台車は従来車と同じく、ボルスタレス台車としているが、湘南台寄りの TC1 車と、アザミの寄りの TC6 車の連結面寄りの台車には、PQ モニタリング台車を装備している。これは、車輪の YP と、大圧 Q の比で脱線に対する安全性を評価しているが、これを、 営業運転する車両で測定する台車であり、Y は軸バネの変異により、大圧は車輪の横変位をセンサーで測定するとともに、車輪の軸箱などの振動加速度を測定して、これらの測定されたデータをもとに車両と軌道の管理に活用していくことを目的としている。このため、車輪は他の台車の車輪が一体圧延波打ち車輪に対して、PQ モニタリング台車は、 車輪が平型車輪としている。制御装置は VVVF インバータ制御としているが、素子にハイブリッドシックモジュールを使用しており、制御方式は、大火重機能付きのベクトル制御としている。一つのインバータで1両分の4台の主電動機を制御する 1C4M 構成としたものを1群とし、これを2群搭載しており、故障時での異常時では、各インバータ箱で、 軍単位での解放を可能としている。補助電源装置は、定格出力135区場の素子にフルシック、モジュールを使用した精神バータであり、編成前後の拡散量に給電するが、いずれの1台が故障した場合には、相互に受け給電が可能としている。主電動機には、定格出力 140kW の3、消火後形誘導電動機を採用しているが、 素材に低損失材料を使用しており、電磁界解析による最適損失設計より高効率と省電力化を図っている。運転室はワンマン運転開始後に初めて導入した車両であるため、限られたスペースの中で操作性や視認性などに配慮して従来の機器配置を全面的に見直している。ホーム管使用モニターは運転台の速度計等の上に6.24インチの 液晶表示気温画面で設置されており、前面窓上部に設置されていた従来車と比べて、見上げなくとも監視できるようになっている。マスコンは従来車のデッドマンスイッチを組み込んだ、右手 T 字型ワンハンドルマスコンから L 字型に変更された。速度計は ATC 速度信号付きのデジタル表示であり、多編成と比べて大きな変更点はない。 今後は6両編成7本が追加で導入され、3000A 型を置き換える予定となっている。造備車は川崎重工業にて製造し、2022から2023年度にかけて納入される予定となっている。冷房装置は冷房能力1 9 8キロワットのセミ集中式冷房装置のものを1両あたり二機、搭載する。機種は下記の通り製造時期によって異なる。 1.2次車は、等急車両製造で施行され、同時にドアチャイムを平時にも明動するようにしたが、回避時の音色は若干低くされている。また、非常通報装置も増設された。また、前述の通り1次車の車内旅客案内表示機では2次車以降と、同様に、神奈川新聞配信の文字ニュースを表示することが可能になり、千鳥配置になった。また、3次車の 第39から46編成は新歯車両基地で施行されたが、1.2次車と同様にドアチャイムの音色が変更されている。なお、車内旅客案内表示機はグリーンライン開業時に同線の路線図も追加された。なおこの路線図は2015年に快速運転対応のものに変更されたが、引き継いでグリーンラインの案内も入っている。 第53編成は2019年6月6日、下飯田駅で脱線事故を起こした。それから2ヶ月後の同年8月29日には、第38編成が踊り場駅で脱線事故を起こした。両編成が2020年3月末付で車席が抹消された。2020年11月4日、横浜市交通局は2編成について製造元による、 車両診断の結果、安全な運行ができないとの判断を下し、2021年度中に廃車処分とする旨を公表し、2021年4月12日14日に第53編成が廃車陸送された。ありがとうございます。